はい、どうもこんにちは、リチです。さあ今回もビッグアンビションズやっていきましょう。さあ前回はね、こちらのダニーさんだよね、64歳のこの方を育成しまして、毎日毎日ね、こう講習漬けにして、2人目の人材が投入できました。これで火曜日から日曜日まで営業できていて、まあ、営業時間はね9時間とまだ短めなんで、またね人を入れたいとこですけども、人材を雇う、いや、まず月曜日待たないといけないんでね。そこ待ちますし、今日は仕事と。仕事してこよう。で、こいつが入った後って、その接客の満足度が上がるわけでもなさそうなんでね。まあ一応ね、納めたんで高くなるかもしれないけどね。で、今赤字なんですよ。昨日22ドルの赤字。まあそんなに赤字ではないんですけど、ローンと家賃がかかってくるんで、ちょっと重すぎると。その特にローンが減れば黒字ではあるんですけど、ローンで1日ね200ドル払ってるんで、これが給料、昨日働いてないから給料ないのか。で、昨日ギリ赤字だから給料入れれば全然大丈夫なんで、この仕事辞めらんないなと。まあちょっと辛いですけどね。まあこれ働きながらでもできるんでね、普通に経営はね。で、ファーストフード店を作るってなるんですけど、まず、スタートのお金払って、物買ってって考えると、ちょっとしんどいかな、と思うね。で、まずこの店の完全なる黒字化をまず見まして、そこからだね、やるにしても。で、お金はね、一応黒字なんで。あ、結構今日汚れてる、ほら。90% 切ってます。よかった、汚れてんの、ナイス。よし、帰ろう。まだまだね、ちょっとね、地味なんですけども。ちょっと加速させたいね。で、とりあえずはこの仕事付けの日々をこなしていく感じなんで、どうしようかな、お金貯めるかっていうの難しいよね。とりあえず今はね、経営の改革なんで、人を雇いたいんですよね。そこ考えたときに、まず月曜日待ちだね。あ、違う、食べなくてよかった。ただ遅刻は許されないから、遅刻しない程度に。もっとバイトの場所を増やしてほしいな。さあ、277ドル黒字。これは、ビジネスは良くなかったんじゃないかな、と思うね。これ昨日です。昨日給料が200ドル。あ、お店も黒字だね。300ドル黒字は500ドルの黒字があったんですが、こんだけ使ってますよ、と。OK。で、300ドル、お店だけで、ここ払えてますよね。200、まあ、50ドルくらいね。って考えると、人の育成をうまくして入れていけば、黒字が増えていくと、見込めるので、いける、だろうと思うんだけど、すごいもう、地味な変化。でも、1日3万円稼げたって考えたら、普通なら全然いいよね。まあ、それ1日1000ドルまで増やしたい。そこまず一つの目標。で、1000ドルにするにはもっと人がいる。お店のレベルがいる。で、何が問題かっていうと、例えばインテリアとか上げるべきなんだよね。インテリア 40% ですよね。で、顧客サービスもちょっと低めだね。あれ？あ、まだ低いかな。多分これ今ね、満足度低いんですよ。で、入れた直後はちょっと低めに出がちなんで、だこれ元が 45% あるから 45% を下回るはずはないんでね。つまり今、慣れる時間です。即戦力ってないんですよね。で、今、その慣れる時間フェーズなんで、そこもこなしてもらってね。まあ、特に今ね、IT 企業とか、その中途で人取れないから新人をいっぱい取るっていう状況で、その新人って生産効率低いから、業績がちょっと悪くなってるんですよね。日本の IT 企業とかも。そういうような状況だね。だから新人みたいなもんなんで、ちょっと慣れてもらってって感じね。で、そっからようやく本当の能力を発揮できて、業績が伸びてくると。ある意味私ね、まあ投資家なんでその見てますけど、ちょっとリアルだなと思うね。てか車こんなところにあったんだ。あれ超えてね。家超えてよね。あ、だから車ずっと見てないんだね。で、ちょっと今日掃除しとこっかな。月曜でいっか、ちょっと。明日早めに行きますかね。もう店自体は閉まると思うんで。うん。どうしようかな。6時起き掃除間に合おうかな。6時半起き掃除していきますか。月曜日ですね。ちょっと今日は、あ、まあ、とりあえず今日じゃこんなもんよ。ただ土日ね、人増えてないんですよ。あれ汚れてる、分かってる。やっぱじゃあ仕事帰りだな。それちょっとルール化しよう。
決められたルールにのっとった方がね、成功しますから。そんなに汚れてんの？こっち側店だ、ここ。ここどこ逆に。ファーストフード店ここにあんだね。それちょっと把握しとっか。やっぱ近くには作っちゃダメよね。あ、待って、安価なギフトもうない。やばい。補充に行かないと。あ、80% 切ってます。結構来たのね。まあ、そもそも掃除前にしてないけどね。清掃員はまだ雇えないからね。ルンバとかないのかな？ルンバじゃダメ？ちょっと、補充もタスクのうちの一つ。で、ちょっと待ってね。これをね、先にやっとかないといけないのよ。まずここに行くわけです。今日ね。8時まで。オッケーオッケー。仕事終わり、電車乗ってここに行って買って補充する。はいはいはい。いいね。自転車操業感がすごいね。まだローンいけるかな？まだまだローンいけるよ、これ。黒字の規模がね、増えれば、ローン組みますから。17はね、借金の量じゃないです。キャッシュフローですね。キャッシュフローが黒字であれば、どんだけ加算しても、大丈夫と。電車で電車、行くぞ。で、どうしよっかな。ちょっと、お店を開くにあたって、これちょっと考えてることなんですけど、大体買うものって分かってるし、見れるんですよね。ちょっとそれも、ちょっと、やったら見よう。まあ、シングルタスクで一個ずつ消化していこうと思うんですけど、買って、それを家に持っていけばいいんですよ。で、家に段ボールのまま置いといて、お店決まったらそこに移す。だから車、家から車に入れて持っていける。で、時間もね、自由でしょ。それいいかなって思うんで、ちょっと必要なものを買う。それ考えましょう。で、安価なギフトは1000ドル。まあ、痛いけどね、全然黒字なんで、いいです、いいです。1000ドル200個のものを1個、20ドル以上で売ってるわけなんで、全然ね、利益出てますね。で、炭酸飲料も一応買ってって、紙袋、炭酸飲料あんかなギフト、これで、OK、1100ドル。まあまあまあ。で、今日ね、人材みたいな言ってましたけど、やるか。やろっか、じゃあ。いや、出費痛いなって思ってちょっとやめてたんですよ。で、今日じゃなくてもいいんだけど、OK、じゃあ明日でいいです。5時、あ、2分超えた。おいおい、対応しろよ。日本なら対応してくれるぞ、多分。ここはニューヨーク。ダメですね。家ね、この1個先だっけ？そうだよね。危ない危ない危ない。とりあえず、お金どんくらい残そっか。まあ、いっか3000ドルくらいあれば。今1万ドルくらいにしよっかなっていうので、ちょっと出費削ってるんですけど、いいよいいよ。ちょっと。キャッシュフローはね、黒字なんで、全然。あ、あっちか。赤字になったらやべえかもしれない。ただ赤字っつってもね、働けなかった日の赤字が20ドルだったんで、その、働けない日にどんだけ稼げるかっていうのが増えてきたら仕事辞めよう。まだ働かないといけないね。いや、もっとね、最初うまくいけば働かないでいいと思うんですけどね。で、これ補充は勝手にやってくれるはずなんで、ね。炭酸飲料とかやってるよね。だから、置いときゃいいです。で、これちゃんとした棚とか買ってきて、通販とかで自動的に補充してもらう。これがね、お金ができてきたらやることですね。まあでもなんか資産家っぽいおじさんがいてね、たった数千ドルで始められるなんてきついよね。1万。いや、そっか、1万か。10万ドルとかで始まればね、もっとね、攻めの投資できるんですけどね。その一気に店拡大して広告打ってみたいな、できますけど。おじさんは経験を積ませてんだろうな、こいつに。明日ちゃんと、あ、違う、7時だよね。7時半前で起きてやったらいいから。明日ちゃんと人材のやつやって、で、また育成だよね。だ、時給の安いやつを、待ってか、赤字出す。あれ？めっちゃ赤字じゃない？あれかな？掃除不足かな？あ、伝説の始まりのお店が単体で赤字ですね。ちょっと待って、それは良くないね。そうなったら、こう、伝説始まらないですけど。清潔さもあるけど、駅のやってなかったわけじゃないよね。あ、やってないか。だ、家賃分です。オッケーオッケー。だ、そこに人材入れるわけですよ。そうだね。月休みか。これ、育成したおじいちゃん、これ、71% 能力。
の人ですが、この 45% の人よりも時給が安いと。だちょっと育成の時間欲しいんでね、この人育成したいなとも思うんですけど、いやー、オッケーオッケー、人もしっかり育成して。大体なんか主人公の能力上がるとかのゲームありますよね、シミュレーションゲームって。主人公の能力上がることでこううまくいくみたいな。これ主人公の能力なんてないよね。自分の能力なんてある？この自分パーソナルの部分、エネルギー、まあこれはいつも見てます。体力とかで幸福度、こちらちょっと見ましょうか。で、さっき言ってたやつ見ようかな。で、幸福度は、性のブーストは収益がプラス、つまり黒字であることがプラスに働いてくる。で、これ 0% になると、すごいマイナスだ。従業員にも不幸が訪れると。で、幸福であれば何ができるんだ？あ、ちなみに、散歩とかでも上がるのね。あ、散歩ね。入浴とかないの、入浴。お風呂って一番ね、気分が良くなる場所だと思ってるんですけど。あ、で、引きこもりとか拒食症だと、あ、になっちゃうのか。うわ、え、すご、悲しみで引きこもりなんだ。リアルすぎない、ちょっと。住んでる家、車からの外出や、家、車以外の建物への立ち入りができないと。やば、引きこもり。で、個人目標とかな、これは英語ですね。で、見たいのはこれです。ファーストフード店を作りたいわけなんで、これがいるよってことですよね。あ、でも、ちょっとここあれだね。その、この下のものがあるから、これね。だから、これホットグリルとかいりますよって、こういうのを買って家に置いて、でやろうかなっていうところで。またあれもね、参考にしながらですけど。で、とりあえずビジネスを始めることはできるんで、あ、で、掃除してこう、掃除。危ねますやつだ。今日からはいけるからね。だ、結構ギリギリじゃないこれ、幸福度。黒字だから行くと、赤字ならさ、全然不幸だよ、こんな生活。今こいつなら未来の希望だよね。あ、全然。あれ今日人来た？全然汚れてないけど。昨日が休みだったことをね、加味しても汚れてないけど。もういいや。無理、サンパは無理。あのサンパはルンバにしかできないね。じゃあ今日ね、あ、来ました来ました。で、営業時間終了です。帰りましょう。いやでもこれなかったら赤字なのか。で、これなかったら不幸になるわけでしょ。だからめっちゃ忙しくて不幸に見えるけど、あのお店の利益がなかったらね、働いた利益がなかったら不幸になるっていう。あ、結構いいやつ来ちゃったな。で、パートタイムで、何これ、クリーンワーク。綺麗な店で働きたいのかな。中華。能力的にはいいんですけど、時給がね、ネックかな。いやー、どうしよっか、入れるか、とりあえず能力的には。時給な、でも、例えば16ドルであれば、これからさらに、ね、6ドル、7ドルか、7ドル下げれるわけですから、7ドル1日で10時間としたら70ドルかあるわけですよね。まあ、いっか。これ見たことないんだよな。清潔さなのかな。お前仕事はないよ。君は伝説のお店でもないから。デフォルトをつけるとして、ちょっとね、まあお金かかっちゃうけど、これをしっかりやっていくことでお店の評判にもつながるし、やってと。で、今日がちょっと黒字だったら、ちょっと一旦動画的にね、繰り返しになるから、あの育成とかもちょっと飛ばして次回臨もうかなって思うんで、今日の利益大事です。で、今やってるのは改善ですよね、とにかくね。どんだけ、黒字がね、生ませられるかっていうのをとにかくやってるわけなんで。てか、ペルシャ銃弾とかまた買ってこようかな。インテリアに対する投資もしないとね、お客さん気にするらしいから。だから、激素ショップにあったらいいのは、なんか異国のものが飾ってあったらちょっといいよね。雑貨店みたいになっちゃうけど。なんか、やっぱギフト買うわけなんで、なんかまあその国のものでもいいか。なんか象徴的なものが欲しいね。なんか銅像売ってないかな。銅像欲しいね。で、人を育成したでしょ。で、今日は営業時間が長い。つまり、まあ今日ね、黒字がじゃあ300ドル超えてくれば、営業時間を伸ばせば稼げる。で、値段も下げたと。これね、今43ドル。これがどんだけ黒字になるのと。あ、普通。そこで驚きの成果出して終わろうと思ったけど。続けますか。だから曜日説かな。
営業時間長いから、でも黒字の量は改善したよね。なのでいいと思うんだけど、ね、能力はしっかりフルで発揮して能力高い子が入った、接客の満足度がそれだけじゃ変わんないとは思うんですけど、あーなかなかね厳しいね。その辺から抜けらんない。その辺を抜けたいんだけど、また要因チェックで掃除したんだよ昨日一応ちゃんとね。で上がって上がって、なんかこれあれかな、一旦休むとみんな忘れちゃう開け続けないといけないもしかして。まあでもなんかたまに行こうと思って、そのたまに行こうとした日に休みだったらめっちゃだもんね。しばらく行かないよねそんな時だと今日行きたかったのにというかね、そのもしかしたらね人々のニーズをあの月曜日が潰したかもしれない。まあ普段から休みの日が分かってればねいいんですけど、常連的なああいうたまに行くようなゲストショップでってなるともしかしたらダメかもしれないね。でちょっと今日も掃除しに行こうと思うけど、とりあえず置いてくるか。やっぱ広告打つ、もう広告打とうかな。広告会社行ってやればその打つことはできるんで、まさかの広告マリかな。でこの残る数パーセントってさ、こっちの方、こいつの足元とかじゃない。ああ、もう足元汚ねえわ。よし、で、ここで明日働いて。で、どうしようかな。営業時間も伸ばそっかな。私が入るだけなら、いけるわけなんで、ちょっと明日の営業時間見ますね。金曜日か。金曜日。ああ、なるほどね。じゃあ朝8時に向かって入って、13時間働くか。ってやったらわかるでしょ、さすがに。いやーだ、もっと休み欲しいな。レジの、バイトの。で、それがうまくいったら、ちょっと、仕事を変えるというか、あっちに入ろっかな。だから人々が入ってきて、うまく回ってないですね。おいおい。全然ダメじゃん。ちょ、待て待て待て。今日行くけどもよ。あー、一気に落ちたね。でもサービス上がってますよね、最初から言うと。で、インテリアがなんか、上下してんのは何なんだろうね。変わってないわけなんで、ちょっとなんか増やすか、持ち込む。いや利益少ないね。価格いいからちょっと価格戻すか。下げる必要なかったか。25いけないかな。満足度が上がれば価格上げられるはずなんですよ。だその価格の上昇をさせたいわけなんで、なんか無駄に食べちゃってるね昨日から。これでちょっと価格上げました。で人のパラメータで次の人入れて、一旦今いる人育成しよっかなとも思うね。一人めっちゃ低いでしょ。あれを改善するのも一つ手かもしんないなと。あれ結構綺麗だな。あー、オッケーオッケー。で割り当てます。でとりあえず待つかよし来たね。で料金上げたんで、まず買ってくれるか。あ、チーピクさんそんなお金は払わない。はいはいはい、わかりました。ね。貴重なご意見。ありがとうございましたと。怒りのね。24ドルか、OK。その価格はもう維持したいね。で、なんとかみんな能力上げて、それを上げられるようにね、付加価値としてつけていきたいところ。で、これ買ってくれるはずですよね。で、2人います。営業時間は、まあ今日はね、普通に長い日で、13時間。明日9時間ちょっとね減っちゃうけど。だからこの、木金、水金あたりが増えるだろうというところで、確かに水曜日これ多いよね。営業時間が高いとこの方が来店者が、でも来店者数っていうのは、時間ごとなんで関係ないはずですよね。だから、まあ、もうとりあえず、進めますと。私はこういるわけなんでね、ずっとね。めっちゃ疲れるじゃん、これ。バイトより長そうだけど。どうしよっかな。これによってはね。危ない危ない。こいつも多分この辺で有名なおじさんになってるわ。危ねえ奴がいると。80杯いこう、これ。ちょっと、この、投資はしっかりしていこう。能力を育成していく。で、賃金上がるかもしれないけど、それもいいです。そんなことよりね、ちょっと、質よ質。やっぱ接客マナーっていうのはね、あ、ちょっと
寝る前食べちゃダメだな。もうちょっとルールを厳格しないと。明日から仕事戻るんですけど、結果によってはやめます。今日ね、利益増えるはずなんだけど、あ、全然だね。うわ。これバイト結構だね。バイト結構継続。いや、増えてはいるんだけど、価格もいいんだけどと、ね。伝説が始まらないな。利益は出てはいるんだろうけど、炭酸飲料でもそんな売れてないから、この料金って何にも寄与しないと思うんだよね。マーケティング行くか、ちょっと。マーケティング考えますか。お金やばいけど、マーケティングしかないね。で、一応昨日働いてない日ではあるので、298度でしょ。これもっと前の日で見ないといけないか。その、通常これにプラス給料200ドルあったわけなんで、って考えたとして260でしょ。別に、そんな上抜けてるわけでもないから、今ってこれ営業時間を伸ばしてやってる形式ですよね。あるいは2人いるわけなんで、1つのレジに2人入れることもできるんですよ。その意味はなさそうだね。はい、つまり、ちょっとまだバイトです。なので、ちょっと次回はもう少し進めてからにします。なかなかね、変わり映えしなくなっちゃってね、来てるんで。じわじわ進んではいるんですけど、人増やしたり育成したりね。しばらくそのフェーズが続きそうなので、一旦ね、進めまして、どうかな。でも出しすぎるとね、多分めちゃくちゃ進んじゃうとも思うんで、いい感じのとこね。お金が貯まるとこで行くのか、なんか利益増えるか。どうしよっかな。500ドルくらい利益出たら次、動画にしよっかな。ちょっとしばらくね、研修に入ります、私が。私の研修だね。いかに稼ぐのか。まあ、そこの改善ですよね。で、ちょっとマーケティングやろうと思うんですけど、ちょっと最初のマーケティング裏でやります。その効果がどんくらいか。で、次回が遠かったらマーケティングダメだったんだなってとこで、私はまだまだ働きますと。